はくらとらお役の北野さつきです。もう楽しみです。毎回漫才、毎回というか漫才をやるんですけど、やると思うんですけど分かりませんが、やりたいです。楽しみです。僕は関西でツッコミ担当なんですけども、まあ関東の人たちにも基本的にツッコむという、あの、なんて言ったらいいんですかね、一家の大黒柱のお母さんみたいな感じで、もう、いや何々やんけ、何々やんけ、何々やんけってね、毎回突っ込んでいたんですけど、まあ大変でして、これあのプライベートとか稽古の合間でも、こうみんながほんまちっちゃいボケとかして、なんか僕は結局突っ込むことになるんですけど、なんかお前突っ込みすぎやろみたいな言われるんですけど、いや自分らがボケてんだからなみたいな感じで、突っ込みお兄さんみたいな感じでやらせていただいてました。トラオの魅力はですね、まあ、とにかく、お嬢、黒みお嬢を愛しているという、まあ、天真爛漫で明るくて、こう誰からも嫌われない存在なのかなと思います。